猫探しに行くか。いや別に謎解きと猫探しは関係あらへんと思うけど。ああ、え、羊に似てない。え、羊に似てない。え、ほんまにあの娘さん、サロメさんのお父さん。あ、そっちに似たんだ。奥さんじゃないんか。家族、娘、あ、これサロメさん。あ、それ似てるわけか。マジの、お、マジの、マジの方が似てるって。娘のアロマ様。あ、また別の。なんで?うん。メイガーのピース手に入れた。あ、なんかそういうコレクション要素もあんねや。まあ、全部集めてからやれよってことね。あ、中と。あ、俺、町行くんや。わかった、シーズさん。あ、でも。まあまあ、そうか、そうやな。部外者にあんまこう、屋敷の中歩き回らせても、部外、おったー、え、もうおったよ。ごめんごめんごめん。うん、大声で呼んで。あ、逃げた。逃げちゃった。追いかけ、うん。ん?これ誰かわからんけど、頭の長さが足りてないのはわかる。その鼻の位置はありえんもん。人体で。あ、ラインフォードの友人なんかな?あの老いぼれはみたいな言い方やし。レイトン、お前が狙うところ。あ、俺、知人?あ、俺ら知り合い?え、これって一作目やんな、不思議な街って確か。あ、クローディア見えへんかった?クローディア、うん。あ、街の方、お前捕まえろよな!お、捕まえへんかっただけで俺もサカス言われてんねんで、部外者やのに。お前この屋敷の関連の人なんちゃうんけど、何を稽古でこでしとんねん。何か無礼な街。礼儀礼節のなってない街。やばい、これ見えへんかった猫。うん。走ってるから走っていったじゃねえ。お前も走れえな。なんでやねん。よっしゃ、街に謎がないか見ながら行こうかな、ほな。これ。あ、どうしたん?ああ、橋の、ピンクパンサーの。誰か勝手に晴れ橋ひげあげたん。ハンドルを持った、ハンドル、それは橋版のお前のミスじゃない?切れてはるけど、いや、怒るのはわかるけど、盗まれ、盗むやつも払ってそれわかるけど、お前の過失じゃない?お前がバンしてたんやんな。あ、クローディーおった。うついこそ捕まえてな。確かに。虫網とか持ってんしな。そうなんすか?え、動物の話わかるん?にゃ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 。なんて言ってた?めっちゃ怒られてるやん。何言ったん?え、めちゃくちゃそのコミュニケーション下手なんだ。そうなんだ。ちょっとそうだね。わかるだけで通じ合えるとは限らないもんね。期待しすぎたね、それは。そうね、そういうこともある。うん。それは俺らが期待しすぎた。ばあちゃんは?白い猫見た?白い猫。公園の方走ってったんや。ちょ、連れ戻さなあかん。なんか油断されさ。まあ、そらそうやねんけど。あ、餌で釣んの?なるほどね。イワシとかで?魚の骨?いや、骨は食わんやるな。犬ちゃうんやから。7匹の豚が遊んでいる。彼らが喧嘩しないように3本のロープで1匹ずつに分けてほしい。食いとくのやつのロープは。なるほどね。うん。なんとなく斜めっぽくな、こういうのって。あ、できた。うまっ。え、うまっ。なんでやねん。え、できてた、できてた。あ、ね、ちょっともはみ出たらあかんとか、そういうことなあ。こういうこと好きに進めってこと、そういうことね。すいません、すいません。丁寧さが足りないと。英国紳士としてはね。そう、英国紳士やったら、あの丁寧さいるか。ね、魚の方じゃ捕まれへんて。なあ。それじゃあ何ともできへんて。あ、猫おった。魚の骨を掴んだ。イエス、無理やろ魚の骨じゃ。こっちおいで、クローディア。いやいや、ええ、あ、いけんの。え、もうちょっと食べさせてあげて、ちゃんとな。骨でも寄ってくるってだいぶとひもじい思いしてるよ、この猫ちゃん。クローディアかわいそうやねんけどな。食べさせてあげて。飢えてるわ、食べ物に飢えてる。戻るか。お、どうしたどうしたどうした、飛ぼうとしてんのか。見つかったよ、クローディア。うん。あ、それどころじゃないの。どうしたん。チェルミー。あ、なんか新しい新キャラおる。あ、チェルミー警部。あ、警察官捜査責任。今回の事件。俺、さっきまで猫探してたんよ。殺人。あらまあ。あ、え、おいっ子の。この屋敷の堀に人が倒れているとの情報がある。あ、そうなん。
なして、死因は調査中。ああ、取り調べ。大丈夫？ああ。事件の前後に怪しい人影を見たりしませんでした？チェリミ警部のおいでになってか。あ、そうなんや。遺体どこにあったんな。あ、もう運び出して。え、運び出してとかいいん？大体そのまま置いておくもんなんじゃない？ほんでなんか紐とかでさ、跡をつけてみたいな。そんなのパッとつくやいなや。運び込むもんな、遺体って。多分それ俺じゃなくて警部に渡した方がいいと思う。なあ。いや、だから俺じゃなくて警察に渡して。結構大事かもせんから、綺麗な刻印あるし。いや。歯車でございますか。あ、謎を思い出す。今このタイミングで。ここの準備、えぐいな。人死んで謎解きさすの。なあ。こんな時に。頂点のとこあった八角形のボール紙の番を A の左図のような位置に赤丸が来るように持ち、はいはい、左上ね。ふっと息を吹くかけて裏返す。 A の右、あ、裏にはそうなる書いてあるんや。右にちょんちょんやろ。だから右にちょんちょんのここやろ。これがここってことじゃん。これ右に1にして合ってる？合ってる合ってる合ってる。 OKOK。 ちゃんと見直し大事やから、受験生のみんな覚えておけよ。それが謎を解明につながるんだ。毎回言うやんそれ。俺も毎回のように、はい、天才言うてるけど。歯車だけで十分。すごい、歯車だけで十分なん。そうや、なんで俺じゃなくて。新聞ってすごいね。新聞に載ってる名探偵の星信じるって。世論ってすごいね。世論って恐ろしい。犯人見つけてくれよ。私と探偵ではありません。確かに。遺産狙いで殺されたんやったら、あんたも殺されてまうな。ああ、まあ遺産狙いってそうなるよ。兄と関係は良くなかった。あ、そうなんや。謎、また謎。なんなんその断ることに出していくんだ。上から順に一郎二郎三郎四郎五郎六郎六人兄弟が、彼らすぐ上やすぐ下の兄弟ととても仲が悪く、決して隣に座らないという。また三郎と五郎は喧嘩中で隣に座らない。すでに一郎が席についた丸いテーブルで食事をするため他の兄弟、あ、なるほど、これ一郎チョッパー、え、チョッパーやんな。だから二郎はここ座られへんねや。二郎はここになると。はいはいはい。三郎と五郎もあかんと。じゃあ、とりあえずどっか決めるか。例えば二郎ここにしました。したら三郎はここになるの。したら五郎は無理やからこうなる。あ、でも四がここがこうになるから、この配置は違うと。じゃあ二郎ここは？二郎ここパターンで、三郎ここで、で、ここ4と5どっちもあかんから6にして、で、4と、あ、解けた。あ、解けた。これだ。なんで？待って、なんで？え？あ、4と5。4と5がさ、喧嘩しちゃうからこうな。何してんのお前。ちょっと見直しして、な。さっき言ったとこらへん、お前見直しが大事って。当然さ、英国紳士としてはね。シュ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 、まあ任しとけっちゅうこと。ん？どうしたん？あ、サロメ夫人に話したいことあるん。はい、すいません、お邪魔します。黄金の果実に関わってるかも。あー、でも大体の人がそう思うんちゃうかな。でもラモンもそう、え、ラモン探し出してつるむだし、あ、オッケー。あ、身内のやつスリザリンタイプ、ユバーバスリザリンタイプやったんやな。あ、ラモン探しに行くか。あ、どうしたん？なんか壊れてる。ベイブレードのゴッシュの部分。あ、メガネか。ちょっと待って、あれ、え、殺された人のメガネじゃな、甥っ子のメガネじゃなかった？ですよね、何してんの？お前何してんのな。いや、猫が、かなり大事なもん取ってたんですけど、うん、裏の庭で。ああ、そういうことか。え、いやいや、結構あれ大事なもんやと思うけど、遺品やし。あ、ロイさんの親族にとってだいぶ大事なもんやと思うけどな。タバコの匂いすごいし、なんだか大体先生バカにしすぎ。
まあまああるけど、あんた怒らんな。怖いわ逆に。目に光なさすぎて怖いわもう。どうしたん？広場の時計だ。うん。そうだね。おや誰かいるぞ。あ、またあんたらか。あんた初めてか？いや見た見た。あ早いな。小説かなあんた。いいすみませんなる。うん。なんか金玉みたいな形してクレヨンしんちゃんの金玉だけみたいな形してないお前の鼻と口。とうとこ、あ、とう見てみる？ほな。お。まあ、なんかその後ろ通してくれなさそう。あ、謎を出されんの謎出されんの？まあ、任しとけよな。得よ。得、得、そんな。あ、そうなんや。一見すると意味のなさそうな図がある。しかし実は意味があり、A は0、B は9、C は6を表す D は、D はいくつだろう。0も9も6もなんか丸がついてるからその共通点に意味がありそうじゃない ?A が0。意味なさ、あかん、これ、あかん、これマジで分かれん。あ、全く分かれんのでできた。絶対分かれんのでできたもん、これ。テスト中こういうのだけはかどんねんな。A few minutes later. 時計は？お、時計よ！お、時計よ！お、0時、9時、6時、3時、時計だ！気持ちいい！分かった時気持ちいい！謎は解けるから謎なのさ。時計気持ちいい！わあ、よかった時計で。ごめんと取っていいぜ。また猫すぎ。いや、人探しやねん、今度は。ラモンさん探してんねん。うん。見たような気。ルーシー。あ、ルーシーってこういんの？怖っ。目怖っ。あ、そこ。あ、これで第2ステージって感じなんかな。うん。町の北側。あ、なんか新しいところ来た。おー。ま、ということで、ちょうどいいところに終わったんで、今日はここら辺でしまいにしたいと。あーし、ということで、皆さんご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。あざして。あざして。